プレーナンバー2の10愛媛大学ファーストダウンテン、ボールオン自陣3ヤード。4番ショットガンフォーメーションレシーバーとして出てスクリーンパスとキャッチ、約8ヤードゲイン、しかしイエローフラグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。ラフィングザパサー、パスを投げ終わったパサーへの、過剰なヒットです。この行為は、危険な行為としてみなされております。反則発生地点から15ヤード進んでファーストダウンとなります。